皆さんこんにちは、ダイレクトカーズの上岡です。今回はジャパンキャンピングカーショーでデビューした、ダイレクトカーズ初のハイラックスベース BR75 の紹介をしていきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。それではまず外回りから見ていきたいと思います。まずベース車は、見てお分かりの通りハイラックスですね。で、カラーがブロンズメタリックですね。で、まあ業界初のベース車とシェルをドッキングさせた作りになっておりまして、 SUV アドベンチャーキャンパーというふうにちょっと名付けさせていただきました。で、今回ブロンズメタリックをベースとして作ってるんですけれども、1年前に始めたダルビーシリーズと同じように全塗装することもできますので、その際はまたご相談いただければと思います。それでは外観の部分をちょっと追って説明していきたいと思います。まずアルミホイールとタイヤのセットですね。今回のハイラックスに合ったものをチョイスしております。で、後ろに来ていただくと、まずエントランスのドア、はい、今回はシェルとドッキングさせておりますので、元々のハイラックスとは全く違った、エントランスと、で後ろにも、まあ、うちのモデルで江ノ島っていうのがあるんですけど、それとちょっと似たような感じで、はい、後ろのリアゲートに当たる部分にもドアを1個付けさせていただいております。これで後ろから物の出し入れができますね。あとは、こちらはオプションになるんですけど、ヒッチメンバーを取り付けております。こちらは、Z ベースのみのオプションとなっております。で、こちらが、給水タンクにつながる水 の入れ口ですね、はい、ここを開けて水を入れていただくと給水タンクに水が入るよというふうな作りになっております。まあ、側面に窓等もあるので、室内の換気もできるようになっております。はい、おしゃれでいいですね。はい、それでは次に内装の説明に移らせていただきたいと思います。じゃあちょっとまずエントランスのドア開けさせていただきますね。こんな感じです。で、実はこちらのドアオートロックになっているので、前のキーと連動して開閉するようになっています。内装はこんな感じ。はい、コンセプトは大人の秘密基地です。豪華できらびやかっていうよりかは、フローリングも家具も、内装のシート生地もどっちかというと落ち着いた色合いで作らせていただいております。で、照明もピカピカっとしたものじゃなくて、ちょっと落ち着いた雰囲気のある照明を使っております。おしゃれな雰囲気でいいですね。落ち着きます。それでは、装備の方を順番に説明していきます。はい、じゃあそれではベッド展開をちょっとやっていきましょうかね。今走ってる時はこの状態、持ち上がった状態なんですけれども、まず奥に固定具があるので、ここを一つ目外していただきます。左右外していただいて、で、二つ目ここですね、上にも固定具が二つついております。こちらも左右外していただきます。これ外したとしてもダンパーである程度抑えられるので、いきなり落ちてくるということはないです。で、3つ目、テーブルのこちらに固定具2つ左右あるので、ここにはめていただいて、この状態でこのベッドを手前にこう引いていただく、こういう感じで、よし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 、こんな感じです。あ、めちゃくちゃ広いですね。ベッド展開していただくとこんな感じになってます。まあ、縦幅横幅十分にあると思います。ベッド展開の方をご説明していきます。今ここに棒1本入れさせていただきまして、この棒を入れるスペースがここにあるので、そこ の専用の場所に金具をかけていただくと、このようにちゃんとはまります。で、この状態で今背もたれになっている部分のマットを外していただいて、もう簡単です。置いていただくだけ、こうぴったりはまるようになってるんで、運転席側、助手席側ともにこう入れていただくと、はい、こうしていただくとここもベッドスペースになりますので、まあちょっと膝を曲げて寝るぐらいのスペースには十分なんだと思います。それでもかなり広いです。はい、ではそれでは今から BR75 の集中モニターのご説明をしていきます。こちらですね、今暗い状態なんですけど、タッチしていただくとまずお電源が入って、で、これがメイン画面ですね、中の温度と外の温度と、
で、2020年4月日付とかがメイン画面で出るようになってます。で BR75 はこの、モニターを使って照明の操作とか調光っていうのができるようになっているので、この左下のメインっていうところを押してもらうとこうメニュー画面に行きます。そうすると給水の容量、排水の容量とバッテリー残量と今左の方に3つ 20%20% で映し出されています。で、同じように給水タンクのポンプの電源だったりとかインバータ 100V の、電源だったりとか、あとは USB 関係を使いたい時もここで操作できるようになっています。でこの辺が全部照明ですね。これを押してもらうとこう照明がついていきます。で一部照明に関してはここで明るさ調整がこうできるようになっているので、はい、これだと明るすぎるっていう方はここで調整してもらえるのと、でもちろんここで消すこともできるので、はい、全部がここで操作できるんですごい便利になっています。バッテリー残量も見れるのはいいですね。はい、でこちらが、シャワールームですね。ここがシャワーでこっちが手洗い場シンクです。でシャワーはこう引き伸ばしてもらうと浴びれるのと、ここにも引っ掛けられるようになってますね。でこちらが水を出すためのノブになってます。で僕今座ってるんですけど、まあ、高さも170手前ぐらいはあるので、まあ、立とうと思えばちょっとかがむことにはなりますけど一応立てます。ちなみに僕身長170なんで多分160後半ぐらいですかね。はい、高さがちゃんと確保されています。でまあ収納関係も完備されてますよと。なんでシャワー浴びる方はここにシャンプーとか入れてもらったりとか、まあその時に使うものをここにそっと入れといてもらうと、スーッと取り出せて使えますよ。でまあ床もこういう風にちゃんと水を弾くようになっているので、でここも排水よいしょ、これを抜いてもらうと排水できるようになっているので、なんかここに水が溜まりきるっていうこともなく、よいしょ、溜まってきたら排水してもらえばいいんで、はい、まあしっかりこういうシャワールームとして使えるキャンピングカーっていうのは珍しいですよね。あとはここエントランスのドアなんですけど、これ外からアクセスできるようになってるんですよ。なんでシャワールームとして使わない方っていうのはクローゼットみたいに荷物入れとしても使っていただけるんで、外からこう荷物をストンと入れれるようになってます。なんで高さのあるクローゼットとしてしっかり使ってもらえるんで使い勝手がいいかなと思います。はい、あとここですね。ここはなんとこういう風にテーブルとして使っていただけます。なんでここを開けて、まあ、何か物を置いてっていうこともできますし、もちろんシャワールーム使ってる時にここを台として使ってもらえることもできるんで、結構ここもなんかパッと置いときたい時にすごい便利ですね。はい、じゃあ次にポップアップの説明ですね。ベッドスペースとしてのポップアップではないんですけど、こういう風に開けてもらうと開放感があって、でここにベッドがついてるんでベッド展開した状態でこう開けてもらうと、まあ、空を眺めたりというか開放感のある状態で寝てもらえますよっていう。でもちろん高さも高くなるので、普段はちょっとかがみながら移動してもらう形にはなるんですけど、止まった時にこう上に上げて室内をこう広くして開放感のある室内で楽しんでいただくっていうことができるようになってます。はい、皆さん BR75 いかがでしたでしょうか。まあ、エアコンもついて、マルチルームも大きなものがあって、ポップアップもついて、でまあこういう照明関係もあったかくて秘密基地みたいな空間を体感してもらえますよと。はい、まあ、ベースもハイラックスなんで今までにない1台になってますんで、まあ、気になる方はもしよかったらダイレクトカーズまでお問い合わせいただければと思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。